かというと、あ、何、味付けだってことだよ。え、おはようございます、ゆずです。今ですね、私は、富士山本宮浅間大社の、神田川ふれあい広場に来ています。まあ、両親が、富士山一周ウルトラウォーキングの大会に出るんですね。で、あの、私はさん、あの、走るわけじゃ、出るわけじゃないんですけれども、あの、応援ということで私も一緒にちょっと道中、あの、一緒にぐるっと富士山一周していきます。まあ、今ね、続々となんか、あの、参加者の皆さんが集まっています。漢方祈願を、ね、漢方祈願をしてきました。まあ、無事にね、本当に、あの、リベンジなので、はい、無事に漢方できるように戻ってきましょう。はい、頑張りましょう。年齢層高めですね、やっぱり。預け荷物の防水対策もお願いいたします。みんななんかごそごそね、準備してます。なんかのんびりしてるね、雰囲気がね、やっぱり。じゃあ私は一足先に行ってきたいと思います。頑張って、頑張って行ってきます。じゃあ一足先にスタートします。8時半ですね、ふれあい広場を出発しました。まず今から白糸の滝に目指して進んでいます。ウルトラウォーキングの工程なんですけど、あの、9時スタートで、制限時間が32時間です。で、あの、32時間の中、まあ、ウォーキングなんですけど、富士山の周りをこうぐるっと一周して戻ってくるという、形になってます。夜間が挟むでね。で、しかも、あの、今日の午後から雨が降る予報なんですよ。で、夜間は結構雨強そうなので、あの、ちょっと体調管理がね、難しそうですよね。その辺がとても心配な部分です。今ね、9時になったので、ちょうどウォーキングがスタートしてると思います。頑張ってほしいね、頑張れ。曇ってます。曇りですね、どんよりな感じ。ぐんぐん登ってます。あ、ひたすらうねうね登ってます。なんか今日の気候はちょっと湿度がすごい高いですね。暑いっていうことではないんだけど、あの、じめっとしてるので汗がすごい出ます。あの、水分まめに取らないとまずいですね、これね。はい、白糸の滝にの入り口に着きました。ここまでね、あの、一切下りがないです。もうずっと上りなんで、はい、辛かったけど、あ、すごい川の流れが癒しだね。ちょっとなんか少しだけ見ていきたいと思います。店も結構いっぱいあるんですね、やっぱ観光地だから。今まだ時間的にやってないんですけど、白糸の滝着きました。めっちゃ綺麗、あの、しぶきが来ます。ここ来れてよかったです。マイナスイオン、マイナスイオン。白糸の滝を見てきました。いやー、でかかったですね。マイナスイオン浴びてきました。あそこまで、スタートから約 12.5 キロぐらいです。ずっと上りだったんでね、ちょっと少しは時間かかってしまっているんですけれども、まあいいでしょう、のんびりのんびり行きましょう。次ですね、今たぬき湖の方に向かって進んでます。ちょっとこっから道がうねうねっとするんで、ちょっと
心配なんですけど、地図とにらめっこで行きますね。はい、こういう道はちょっと気をつけて走らないといけないですね。車と隣り合わせです。乗ってる。たぬき湖到着しました。ちょっと山の上がね、曇ってるっていう感じなんですけど、でもやっぱり湖見ると元気出ますね。ちょっとここまでアップしかなくって、しかもなかなかシャドウが大きい登りなんですよ。だし開けてる場所でもないので、ちょっとこうなんだろう、少し苦しい部分でしたね、この区間。はい、ここでちょっとパンを食べたいと思います。たぬき湖、休憩しました。なかなか静かな湖ですね、あそこ。ちっちゃいですしね。でも雰囲気があってよかったです。次目指すところは、朝霧公園、朝霧高原を目指します。言えてない。まだ元気です。ちょっとね、標高が多分今高いところに割とちょっと上がってきたので、気温もすごく涼しくなりました。そんな感じです。今日は大会の看板がね、あるので、私も安心ですね。それに沿っていけばいいという感じなので、湿気が多い。また顔が汗だくだと思うんですよね。ここに来てようやくコンビニがありました。あれだ、なんかあれパラグライダーみたいですね。パラグライダーすごいやってる。こういうとこがあるんですね。国道139号線、タンタンと行きましょう。まだ全然登ってるよ、ずっと。見て、牛さんいるよ、牛さん。見えるかな？朝霧高原エリアに着きました。牛さんがね、いるんです、ここには。牛さん。あ、こっち見てる子がいる。かわいい。伝わる？これで見えるかな。かわいいよ。バイバイ。牛さんめっちゃかわいい。もう本当癒される。しかも一人の子、私のことね、ずっと見てました。牛さん、牛さんの匂いがする。私のこと見てる。みんななんかあれですよ、首つられてるね、ガーンって。道の駅朝霧高原に着きました。一旦ちょっとここでね、出して休憩します。絶対お腹冷やすから冷たいもんダメって思ってたけど、買っちゃった。これで調子が悪くならなきゃいいけど。今向かっているのは本栖湖に向かっています。またここから標高上がるんかな、どうなんだろう。あと天気がね、もうだいぶ雲がどんよりしてきましたね。まあ午後から雨予報なんで雨になるでしょう、おそらく。はい、頑張ります。山梨県に入ります。なんかこの辺やばそう。やったー、本栖湖エリアに入りました。静かですね。
なんかこの辺車通り多いんですけど、すぐ横見るとね、ちょっとなんかこれ怖いよね。小事故見ました。中に行きましょう。ここまでおよそ40キロちょっと手前ぐらいです。なんか山梨エリアに入ってからはまあまあ走れる区間が多いかなと思います。反対側もうすぐ樹海みたいな感じなんで、なんかそっち見ると怖いですね。なんか引き込まれそうな感じで。小事故ね、ぐるっと一周しようかなってちょっと悩んでるんですけど、一周がね6キロなんですよね。やろうかな、どうしようかな。やっぱりトンネル真っ暗です。怖いね。小事故ですが、今日はなんかボート競技やってますね。小事故を一周してきました。いや、一周しといてよかったです。ボートのね、なんか競技が見れたので、ちょうどやってるところですね。楽しかった。ちょっとここから雨パラパラ来ましたね、やっぱり。さて、次はですね、西湖、川口湖、ここを2つ制覇します。できればぐるっとしたいんですよね。できるかな、まあ天気次第ですけど、やりたいですね。行ってきます。西湖への入り口入りました。雨ね、結構降ってるんですけど、まあこうやってね、木の屋根があるところはまあ雨よけになっていいかなっていう感じですね。とりあえずね、今胃の調子は大丈夫。でもちょっと後でまあ漢方飲もうと思います。今日ちょっとみんなにおすすめしてもらった漢方を持参してきたので。はい、この民宿エリアに入ったよ。じゃあ雨だけど雨です。雨の最高です。でも綺麗だね、静かで。みんなここでオートキャンプしてますね。テントいっぱい張ってあります。なんかこういうの夢です。私あんまテントで寝たことないし、やったことないんですけど、憧れますね。晴れてたらね、富士山見えていいんでしょうね。とりあえずなんか雨がね、急にすごくなってきちゃったんで、1枚羽織りました。ちょっとまだレインコートはね、蒸して暑い気がしたんで、ちょっととりあえず今これでしのごうと思います。いや、急にです。大丈夫かな。まあ進みましょう。とりあえずね、進むしかないんで、雨でもこれで大丈夫です。やばいです。ゲリラ豪雨みたいなのが来たんで、もうね、レイン来ました、レイン。はい、すんごいびちゃびちゃです。まあいいや、今ちょっと一瞬弱くなったんで、まあまだいいんですけど、もうね、足は完全濡れました。今必死にザックとかで守って濡らさないようにしてますけど、びっくりだね、ゲリラ豪雨でした。よいしょ。まだね、あと川口湖が残ってるんです。今から川口湖行くんですけど、ちょっともうなんか雨のことで必死になっちゃって、食べること全く忘れてる。てか胃の調子とかも全然気にしてないから、むしろいいのかもしれない。他のことに気がいってるからかな。さあ、雨の中ですが川口湖頑張って向かいましょう。川口湖到着しました。ちょっと雨弱くなってきたんで、一旦ちょっと脱いでしまいましたが、不安ですね。とりあえず半分だけはぐるっとしようと思ってます。川口湖広いんでね。
降り立ってみました。河口湖です。いやー、富士山が見えたら最高だよね、本当に。見えないから残念だけど、まあ雨が弱くなったんでいいかな。綺麗。はい、あの4時半を過ぎたとこなんですけど、さっきちょっと親から連絡があって、親はね、今ね、本栖湖の方にいるらしいんですよ。35キロとかそれくらいだったかな。なんかね、まだちょっとここまでは時間かかりそうなんですよね。河口湖で合流っていう風に予定してるんですけど、果たして日の入りまでにここに来るのかなっていう心配。まあ頑張ってほしいですね。ずっと歩くのって大変だよね。私せっかちだから走りたくなっちゃう、多分。すごい、なんかウルトラウォーキングの世界ってまたすごいなって思いますね。知ってますね、みんな。デベダヤン人気なんだって。街並みがおしゃれ。さすがです。わ、かわいい。チーズケーキ買えるかなって思ったら、やっぱりもう5時過ぎると閉まっちゃうんですね。こういうとこどこももうやってない。残念。さあ、今から、河口湖大橋を渡っていきます。河口湖やっぱ大きいね。どう、夜になるね。日の入りまだ5時なんだけどね、今日は天気が悪いからやっぱ暗いね。富士吉田です。今親との合流地点に向かっているんですけど、多分まだちょっと時間かかりそうなんだよね。大丈夫かな。まあ私が戻る方向になるので、まあ、逆走してどっかで合流できたらなって思いますけどね。なんか今はね、不調は特にはないです。足も元気だし、胃の調子も大丈夫です。今日は調子がいい。ただいま6時半ぐらいですね。72キロです。今ウォーキングのコースを逆走している両親を探してます。まだ見つかんない、遅いな。綺麗かもしれない。